ハドドータ。お正月の朝、カウントアップで年越しの、南へ行こうガンガガン、南へ行こうガンガガン、秋も冬も春も夏もね、胸沈む南へ歩く。草枯れ果てる、秋と冬が別々、何かが終わる、白黒の現実、人を嫌いになる、春から夏へと何かが終わる、足の甲の泥、カニが少ない、ホタテ少ない、やります、やっていきます。今日という日にこれをあげねばなるまい。前々から、前々からやろうと思っていた南へです。南へブラックイルミネーションやっていきますやっていきます。最初から、おっと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 。私の名前はですね、まあかねてからご存知のことと思いますけども、私の名前ですね、操作がおぼつかないぞ。まあね、あのご存知のこととは思いますけどもね、こういう名前でやってる、しがない実況でございます。しがない実況でございます。あ、これ4文字入る。相対アザラシという名前でやらせていただいて、やらせていただいておりますね。しがない実況屋でございます。初見プレイです。もちろん、初見プレイですね。この南へというね、プレイステーションから出されてるね、ハドドーターさんから出てるね、プレイステーションという端末でやってるハドドーターよね。7月31日、沖縄って書いてありましたね。今那覇って書いて、那覇って書いてあった。このゲームね、非常にね、苦手嫌いなゲームですね。クソゲーとして戦いっていうかね、嫌いなゲームですね。できればやりたくない粗末に扱っていきたいなと思っている、そんなゲームでございますね。絵もあまり好みじゃないっていうね、そんな感じです。生かす。素晴らしい。実に良いと思います。その横断幕。髪がストレートパーマですね。ストレートですね。髪がストレートでございますね。冬かなね、ちょっとあの虫の鳴き声聞こえる。冬かな、冬の気配を感じる。相対アザラシ、ど田舎に住んでいる高校2年生、学校でいろいろあって浮かれ気分ルンルンだった。そんな時、父さんが沖縄行きの片道、フェリー券を足で渡して、僕にこうね、いたらしいよ。行ってきなさいよ、気分転換に。絶望のある女の子なんて、魅力満点よ。冬休み、何も変わらないような、そんな実感がある。ああ、行こう行こう行こう。さあ、行こう。見たことある人に、南へ。南へ行こう、南へ。ね、やっぱね、冬は南に行かないと。ほんとこのゲームは嫌いだな。ほんとこのゲームは嫌いです。那覇行きの旅行機内。
私は席を立ってシートベルトを緩めた。那覇では親戚の家に厄介になる予定でいる。親戚っていうか赤の他人のね、の野原で厄介になる。そんな感じで秋のインコさんっていう人にねお世話になるらしいよ。いやいやながらも部屋を貸してくれたらしい。やっていこう。このちょっと探り探りな感じもよくないな。娘さんのね、息子はこの実は男らしいから、息子さんのね、小鳥じゃない親鳥ちゃんね、親鳥ちゃんがね、小学校に下がったらしい。すみません。あ、はいはいはい。ちょっと実況に熱が入ってた。シートベルトがこんがらがってるみたいなんですけど。繋がっていた。僕は。本来なら、俺という人間を考えたらこれを選ぶことになるね。そちらちゃんと先にベッド閉めてればこういうことにならなかったはずですよ。開き直って文句を言った。え？何それ？私が席に着いた時にはあなたはもうその間違った金具をつけてたのよ。覚えてないの？初めての出会い、どうしよう。最悪の出会いをしてるけど。何か。僕は俺だな。名前なんて言うんですか。しかし彼女は文庫本を開いたままこちらを振り向こうともしない。無視しているのか、それでも気づいていないのか。僕は無視されてるんじゃないですかね。こういう時はもうさらに大きな声で名前を聞くしかないね。さらなる大きな声で聞いた。あなたのお名前は？ちゃんと聞こえてるわ。名前は椎名薫。名前を教えてくれるいい人だ。はい。嫌いなことが3つあるの。3つ。何でしょう？1つは飛行機に乗ること。はい。2つ目は読書の邪魔をされること。はい。3つ目は先に名乗らない相手に名前を聞かれる。そういう意味では今のでパーフェクトコミュニケーションを達成してしまいましたね。どうやらパーフェクト。だいぶ成功しちゃったかな。やっぱ実況をこれぐらいやってくるとね、だいたいわかるのよ。こういうコミュニケーションを取っていけばいいっていうことがね。美ら海空港に向け間もなく着陸するらしい。美ら海空港に着きます。美ら海空港ってあるんか。まずそもそも離陸するっつったんか今。3D ですね。時代考えたらすごい 3D なんだと思う。時代っていうか、まあこれゲーム最新のゲームだけどね。ね。最新のゲーム、南へというゲームを実況しております。南へというね。プレイステーションからでプレイできる南へというね、ハドドーターさんが出してるゲームですね。怪しいもの。怪しいもの。美ら海空港に降り立った。確か秋のインコさんが迎えに来てるはずだけど、どこだろう。あ、いたいた。お兄ちゃん。え、お姉ちゃん？ごめんなさい。
いきなりお兄ちゃんなんて呼んでびっくりしましたよね。あの初見プレイなんでね、ちょっとプレイがおぼつかないかもしれない。それはちょっと許していただきたい。代わりに私が来たんです。へえ。こんにちは、早退アザラシです。早退するのが得意です。東京のお家でよく遊んでもらって、その時私お兄ちゃんって呼んでて。お姉ちゃんって呼んでたらしいよ。見かけた時昔と全然変わらない目をしてたから。目。だから私嬉しくなって自分でも無意識にお兄ちゃんって呼んじゃったんです。そうですか。それでも僕にはそう言われて僕にはかすかな記憶が蘇った。子供の頃よく一緒に遊んだ、よく笑いよく泣く女の子、秋の親鳥ちゃんだ。お兄ちゃんでいいよ。おねおねおね、はい、お姉ちゃんでいいよ。そろそろ行きましょう。お兄ちゃん、お姉ちゃん。あれ、呼んでいいって言われるとかえって意識しちゃって言いづらいかも。親鳥ちゃんの笑顔、笑顔の逆、まあいや、まあいい、まあ逆がすべて逆、うん。初見プレイなんでね、まああのちょっとおぼつかないプレイングをしてると思いますけどもね、そこは重々承知で言っていただきたい。RJ、JR 私鉄ですね。いわゆる JR というのは私鉄でございますね。記者って言うんだよね。これあのこの南へあるあるというかね、これのために俺は知ってる。あ、初見プレイだからなんとも言えないけど、うん、記者っていうらしいですね。那覇は今が一番いい季節、一番悪い季節。寒くて湿度が高いから過ごしにくい。那覇ってのはどうやらなかなかあまり泳ぐことができないらしいですね。冬は遠方に住んでるお兄さんなんか大型飛行機の免許を取って山とか丘とかで、俺の話をするならば初めてですね。初めてです。行ったことないわ。沖縄には。だからお兄ちゃんも気に入ってくれると嬉しいな。ちょっとね、あの内部の話をするとですね、初見プレイだけど言わせてもらってですね、このゲームね、あの会話のここまで行ったところで即座にボタンを押さないとこの選択肢出てこないんですね。ちょっと難しい。ボタンを押せなかったら話を聞き漏らしたみたいな感じになる。そういうちょっとむず簡単なねシステムを採用させております。結構画期的なんじゃないかな。普通に考えたらこの辺り、いや、好きな男性のタイプについて聞くか。ちょっと落ち着いてる感じの人、高田純次みたいな。あのね、ごめん、一緒に喋っちゃったね。あっ、お兄ちゃん先にどうぞ。乗り物でよ。そうかも。え？あの人の声とかちょっと困った感じの。森本涼ってあれじゃない？あのなんかあのスキャンダラスのあれがなかったね。なかったでしたっけ？で、5。レイ。ここから地下鉄に乗って、平岸っていう駅に行くの。平岸。こっちだよ、お兄ちゃん。平岸の反対ってなんだろう。荒々しい岸。岸の反対。乗り物かな。楽天ファンしかわからんわ。岸の反対は乗り物じゃないか。これには地下鉄が3本通ってるわ。ほう。東西に走る東西。那覇にはな、那覇にはね。南北線。那覇には地上鉄道が3本通ってるらしいぞ。それと東方線。東方線。でも東方線は
ほうってなんだろうね、ほうって豊平、ねえお兄ちゃん、何か気づいたことない？東京の地下鉄と、東京の地下鉄と違っているところ、地下鉄にはが多い。分かったよ、地下鉄には地下、那覇の地下鉄には痴漢が多い。いや、あの冗談です、冗談です、もちろん冗談でございます。あまり驚かれないでいただきたい。ここが地下鉄の平岸駅。うーん、ジョモって書いてあるな、ジョモって。今もジョモってあんのかな、この無音で進行するゲーム。到着、到着。このローズヒルっていうマンションの5階にあるの。ちょっとあの環境音があった方がいいと思う。無音で進行するゲーム。ただいま。猫が、猫がいるんですね。おかえり猫っていう懐かしいじゃない、懐かしいじゃない。初見プレイなんで何とも言えないけどね。ただいまって言うとおかえりって迎えてくるらしいよ。ほら、全部泣き方が違うでしょ。面白いもの。エルちゃんっていうの。エルちゃん。かわいいでしょ。エルビアンノ。すごくよくできたおもちゃだね。ただ音に反応するだけのおもちゃなら昔からあるけど。あら、喜んだって、喜ばれてしまった。今までになかったよね。そうかもしれない。この部屋若干欲しい、欲しいまである。このあのぬいぐるみ、若干欲しいまである。でれでって、欲しく、欲しくない、欲しくない、欲しくない、若干欲しくない、お大いに欲しくない。札幌のお家はよっぽどのお金持ちか暑がりじゃない限りエアコンを買わないのよ。え、なんで。トマトジュース、今の難しそう、難しいよこれね。だからトマトジュース好きってハテナになったら即座に黄色ボタンを押すっていうね、難しいんですね。トマトジュース自体は割と俺は、うん、嫌いなんだ。俺嫌いなんだ選んだ気がするんだけど。あ、そうなんだ。でもこのトマトジュースなら好きになれるかも。試される、俺が試される。狼の桃、知らん。高須町の名産。すごく美味しいからちょっと飲んでみて。高須、どっちだ、こっち。高須町って聞いて、旭川の隣。よう知ってるね、高校生が。僕はトマトジュースを飲んでみたら、うまい。トマトジュースという、普通にうまいって言ってるじゃないか。うまいって言ってるけど、日向の味とでも言うのだろうか。とにかく素朴な感じの甘さだった。フードジャーナリスト。うまいって言ってたやんか。あんまり好きな味じゃなかった。ごめんね。でもトマトはすっごく体にいいから。きっとお兄ちゃんちょっとだけ健康になってるよ。けなげだ、けなげだ。あ、そうだ。あ、お兄ちゃんの使うお部屋案内しなくて。今のタイミングでボタン押したのかな。わかんないや。ちょっと変な間ができたらその時はあの、ま、あのあれってことだから。本当はそこに挟めたっていう、そういうふうな感じです。うーし。それと私これからお夕飯のお買い物なんだ。ほう。もしよかったら。喜、うん。フラグバッキバキやけど、ちょっと気乗りしねえな。ちょっと困ったような顔でこっちを見てる。僕は留守番していたいな。全然嫌味のない顔でこっちを見ている。てな具合でね、まあ
20分が近づいたんで、ここまでにしますか。じゃあ、南江実況でございました。どうもね、相対アザラシの南江実況でございました。まあ、この後もね、シリーズは続きます。乞うご期待。ほなまた。